すごい時間ぴったり、今日9時ぴったりじゃない？もうかすかに聞こえるかも。音が見て聞いて、お願いであり見て聞いて、このポロンポロンポロンみたいな、これなんていうの、この擬音、ポロン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 みたいな、この擬音すでにもう鳴り響いてる会場に。こんばんは、どうも、こんばんは。皆さんおとつで触れてくれたのはおもろかった。皆さんおとつで触れたのだ、どういうふうに、これさ、映像キャプチャーデバイスいけるかな。テスト、あ、切れた。あ、来てゆく。待って、激アツすぎる。まあ、まずここができないとね お話にならないからね。若干黒い余白気持ち悪いから消して、若干ね、この若干のこの黒い余白ね、いらなくない？これ。よいしょ。触れたんだ。どういう感じで、どういう感じで。おとつなね、捨てた。こんにちは、三田耕介です。あ、おとつなの方捨てさせていただきました。どういう感じで触れてたの？暗いのは大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫だ、問題ない。こういうことでしょ。あ、まださ、カセッツ入れてなくね？ってかさ、これさ、反応する？あ、するね。OK。カセッツを入れてない。カセッツどうやって入れるんだっけ？これどうやってカセッツって入れる？あ、向き間違えたくさい。大丈夫？これさ、ウィーさ、なんか斜めになってるからさ、なんかどっち向きに入れたらいいかわからへんのよな。あ、音でかい。させー。音でかくても、でもこんぐらいでいいんじゃない？もう音ぶっちゃけ。音こんぐらいでいいんじゃない？スプラトゥーン1やれば。持ってない。俺スプラトゥーン1持ってない。なんか、スプラトゥーン出た当時何歳だったっけな？結構ね、7年前ぐらいのゲームじゃない？あれ。で、なんかね、私も若かったんですけど、なんかね、割と、なんか逆張りでやってなかったね、逆張り。いや、逆張りってわけじゃないんだけど、単純になんか、そうだね、なんか、何が面白いんだろうなと思ってやってなかった。まあ、ぶっちゃけ2もそんなやってないしね。よいしょ。来た 懐かしすぎ。待って、このさ、画面の、なんだっけ、この音聞きたい。トゥルルン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 じゃなかったっけ？いきます。これね、これよ、これなんよ。こ、音量バランス大丈夫？これさ、なんならさ、このモニターから出る音だけでよくない？エアコンつけます。 やるしかない。弾いてる なんでさ、弾いてるわ。なんでこんな時期にさ、これやってんの、俺。弾くわ。何が楽しくて、俺は、この時期に Wii パーティーしてんの、あたす。やば。これ音量バランスどう？ちょっとなんか自分の配信見てみていい？自分なりにちょっと音量バランスやってみるね。まあ、悪くないけど、みたいな。なんかちょっとさ、ガチャガチャじゃない音質。大丈夫？まあ、いっか。そんなこともあるな。別に。そういうこともある。これだから、これさ、俺イヤホンでやった方がいい？で、どう？なんかさ、ゲーム音別にこのままでいい？どう？これもうどうでもいいんだけど、俺別にイヤホンでやってもいいし、イヤホンでちょっと一回押してみるね。イヤホンを使ってみて、よくしょ。ねえ、絡まって。イヤホン絡まってる時、なんか引きちぎって直したくなら、なんかもうイライラしすぎてて。よいしょ。んな感じでどうすか？で、今いい感じで音量別に悪くないって感じなんだけど、俺は別に音量聞こえてんだけど、いきますね。これでいいっすか？いきます。これさ、電池入れないといけないわ。ちょっと待って、電池。これさ、充電がさ、なんか一瞬でなくなっちゃう。さっきフル充電してきたのに、今日一日中フル充電してたら、なんか一瞬でなくなっちゃった。まあいいや。何やればいいの、これ。すごろくだよね。これなんかさ、海外旅行が一番なんか、どれが一番定番なの？すごろく？やっぱ。すごろくか。海外旅行。もう60分かかるし、まあ、すごろくでいっか。これ確かね、あれができるんですよ。
クソ強いみたいなクソ強いみたいな選べなかったっけこれ確か。1人いいのかこれのいいのかそのままでいいのか。はい、次達人だって。達人マジっすか。これなんか結局前回すごく強いやった後達人出てやってなかったのよ確か。もう半年ぐらい以上前、1年ぐらい前やらなかった気がする。相変わらずゲスト C、 大体みんなゲスト C 使わん、あるあるだと思う。達人に行くかね。俺さ、コントローラーでやってみていい？これコントローラーでできるんじゃないですかね。あ、できないよこれ USB だわ。じゃあ行きます、そのままでね。ちょっとさ、準備だけしていい？ちょっとさ、コントローラーでやんない？達人やってたよ多分。いや違う、俺ね、すごく強いで確かね。で、次回達人がもしあるんだったら達人やりますみたいな話はしていたんですけど、俺さ、コントローラーでやりたいんだよね。マリカシ、あ、これだこれだ。このマリカしてた時にさ、え、マスクが出てきたんだけど、マリカをしてた時にさ、これを使ってたからさ、これが結構手に馴染んじゃってて、で、よいしょ、これをね、ここに持ってくるやん。で、ちょっと待って、生活感すごい溢れてて申し訳ない。で、こうかな、ここ刺して、あ、来た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 。で、電池あんま使いたくないから充電するやん、充電。で、でね、でね、聞いて、みんな。で、これを刺す。はい。で、反応してない。ちょっと待って、反応しない。ちょっと見てた、どうしよう。 B 押して。反応しないんだけど、これどうしよう。あ、コントローラー反応しないんだ。じゃあいいや、もうそのまま電池使って。すいません、ちょっとぐだりましたけど、いきます。この BGM だけでもうご飯いっぱいいけるぐらい。ちょ、めっちゃお腹空いてきた。ご飯食べてないまだ今日。ドゥルドゥルドゥ。もう未だにさ、理科、俺小学校4年生の理科をさ、ちゃんと義務教育終了してないもんで、あのプラス電池とマイナス電池どっち、どうやって入れ方がよくわからなくて、毎回ご利用してガチャってやるんだけど、なんか突起のさ、なんかあのプラスボタンの方のなんかあのち乳首みたいな方、なんかどうやって差し込むか分からなくて、毎回ガチャってやってちぎれそうになるわ乳首毎回。いきます。あ、学校でも習わないんだ。じゃあいきます。達人。いや、なんかキモくね。なんか右から2番目だって薬中いるじゃん。左から2番目もブッサイクやし、なんかパブロピカソもいるし、なんかで黒人やん右。じゃキモいやん。なんかこれ変えようかな。あ、大好き、ありがとうございます。納豆ご飯さん、すごい。俺の納豆ご飯好きですよ、ちなみに。納豆ご飯無難に美味しいよね、やっぱ。ちょ、コメント欄見よう。自分のカフの動画が出てきた。んー、ほーわんわんわん。ちょ、PL だけ変え、いや、どうする、 PL 行くか、滝で行くか。もうしゃーねーで、滝とピカソと黒人のこの3人で行くわ。しゃーないわ、もうこうなっちまった。もうしょうがなくない、もうぶっちゃけ。大丈夫かな俺、達人。お母さん、お母さん、パソン、コロソロコロン、スゴロコへようこそ。いや、そら、もう、コロン、コロン。いえ。エノフ、イナフ言った。うまくないこれ。声真似めちゃくちゃうまい。あ、コロン。聞いてて、みんな、声真似めっちゃうまいから。あ、コロン、これ、すごいコロン。うわ、俺、これ、超嫌い。で、これに達人とかあんの？これ運ゲーじゃないの？125の数字の中から1つ選びます。他の人と一緒でなければその数字の分だけ買い直しがあります。だから欲張って5を選ぶと5が被っちゃうと進めないじゃん。で、かといって1にしてみんなが1にすると1で進めないし、で、間を取って3で被っても進めないしみたいな、なんかそういうね、あれですよ。左から2番目ブサイクすぎない、いくらなんでも。え、どうしよう。懸命に行きます、ここは。はい。よかった、5出さなくて。懸命にね、懸命に。これなんすよ。いや、これうまいからね、これ。え、待って、緑強すぎん？誰だっけ？ピエール滝だっけ、あいつ。待って、せめて2位は取りたい。せめて2位は取りたい。うーわ！あ、まあでも黒人ギリギリ、まあいっか。ガチか。頼む。
セイキンどれ？ねえ。ねこの人と俺隣にいたくない、もうブサイクだから。ねえ、俺この人と一緒にいたくない、気持ちが悪いから。見た目が気持ち悪いから俺この人と一緒にいたくないのに。セイキンか俺か。これ一瞬今俺も今一瞬セイキンに見えたわ一瞬。今日はサイコロで今日はヒカキンを出し抜いて、ちょっとごめん全然正規を忘れてきた、ほんとにごめん、ちょっとごめんなさいごめんなさい、今のちょっとカットして、ごめんなさい、ちょっと正規を忘れた、正規をどうせしますすみません。あ、これ順番が最悪だわ、これ4番目ってことか俺、まあいっか、まあそういうこともある。これ正規に似てるか、そんな髪型だけじゃないか。あ、出た、これやる意味がよくわかんないやつ。昔のウィーパーティーも最下位だったね。この人運強くない、なかなか懐かしい、このゲーム音が懐かしいわ。ね、この黒人マットどうなるんだろう。なんかさ、この人頭は毛がないのにこの口周りだけ毛があるの、これどういうさ、このもうなんかこの全身のこの毛根の感じが、パブロ青ひげがすごいぞ、ちゃんと揃う、こういうの一番嫌い、こういう人一番嫌い、ちゃんと揃うね。ね、これ初手7とか行かれたらもう絶対追いつけんやん、通常サイコロで。いやマジか、ゲスト C 行きます。まあこういうモブが、いやマジか、こういうモブが巻き返す展開がまあおもろいんだよな、このウィーパーティーは。え、達人って運も強いのこれ。パブロ着替えちゃったね、サッカー場で。ね、俺これ嫌い、めちゃくちゃ。サッカー場でボレーシュートの練習をします。飛んでくるボールにタイミング合わせてボレーシュートを決めます。はい、わかりました。俺これ嫌い、すごい嫌い俺。ちょ、これさ、フッてやるんだよね。ちょ、待って、俺さ、ヌンチャク、あ、違う、あのさ、手首にあれ巻いてないけど、いきます。はい、うまっ。あんなでかいやつ、かっこよくない、惚れるじゃん、絶対これ。女の人惚れてるじゃん、今。あー、俺の順番ミス、あー、もう見てなかった。ちょっとさ、一周回ったら言ってよ、一周回ったって。ちょっと待って、俺だけじゃんできてないの。ちょっとごめん、ちょっと 見ないで今。はい、かっこいいね。ちょっと見てなかった、普通に。いきます。はい、え、俺なんか、なんか俺だけ意地悪されてない、なんか俺だけでかいの多くね。いやマジか、あれでミスなかったら絶対勝ってたわ。はいはい、余裕。いやマジか、せめて4、2か、2、3位か。うわ、しかもまたこれ最下位ありえるよ、順位、サイコロの振り次第だ、3位の振り方次第では。頼むわ、ちょ、先にあいつ振ってくれんかな、何が出るんだろう。ねえ、あのさ、ねえ、あの達人って運も強いのこれ、どう頑張っても勝てんやん。いや、ガチか。え、なんか俺、なんか違くない？これなんかさ、1対1対1対1じゃなくて、なんか3対1みたいな感じになってない？タキ？ね、おかしくない俺。運悪くない？ちょっとさ、ポケモンの時に運持ってかれすぎたわ。あ、でもさ、ハプニングマスとかで、まあ、まだ全然巻き返しあるから。全然いけるわ。いや、さすがに1位取るまでやめないからね、今日は。1一発で取れればいいけど。俺さ、あれやりたい、あのさ、なんか振り子みたいにさ、あのジャングルでさ、振り子みたいにやるやつわかんない、あの振り子みたいにブランブラン、これののミニゲームバージョンわかる、で、なんか多く飛んだ方が勝ちみたいなやつ、あれやりたいんだよね。知らないかな、さすがに今の、今見てる人は。初見です、懐かしい。すいませんね、こんなタイミングで初見の方来ていただいてありがとうございます。え、わかる、あれめっちゃ楽しくない？ね、本当に面白くないこのゲーム。あ、すいません、ちょっとなんかごめんなさい、電池ちょっと抜いちゃって今。うわ、これめっちゃ苦手。ちょっと待って、ヘリコプターを操作して動き回ってるミーたちをできるだけたくさん乗せましょう。え、これ俺が宇宙人視点になって拉致するだけってことね。いきます。え、これ得意、これ得意とかある？これ昔めっちゃ嫌いだった。はい、まず一人、ちょ、集団的拉致したいな。オッケーオッケー、捕まって、あ、金髪、まあいいや、金髪金髪、いや、ちょ、血筋が欲しい。あ、でも黒人、
金髪もらって、なんかみんな強くない？なんかさ、みんながさ、2位押したところにさ、あ、いいねいいね、あーごめん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 、ほんとごめんほんとごめん、あーでもなんか2位層悪いし、いらないな。でもあ、でも俺2位だよ、意外と。やっと銀サイコロいけたわ。人種で決める、俺めちゃくちゃ普通に人間のあれで種族で決めるよ、普通に。まあ、だからこういうゲームでは、まあ、もちろんマット4位だよねっていう、まあ、それは当たり前だよね。やっといけたわ。え、1位全然取れないじゃん。いい、絶対抜かせる。あ、でしかもここで足止め食らってくれない？もしかしてこれ足止め食らってくれない？これでも半分、2分の1いけるのか。いいねいいねいいね。おお、割とな、普段私の配信見てる方が DV とか言ってると笑えないんじゃない、あの DV。 まあいいや、まあいいや、一旦ね、一旦ね、これもう一回1出すと、もう一回ゾロ目なんだっけ、なんだっけ。あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、別に悪くない悪くない、これはもう適当でいい。え、めちゃくちゃいいじゃん。ちょっと待って、怒涛の巻き返し、これを主人公、ゲストシーンまさかの主人公展開、熱いね。ピエール大丈夫？大丈夫？ちょっとそろそろなんか気分良くなりたい？大丈夫？まだ大丈夫？押さえてね。今ちょっと撮影中だからちょっと押さえてね。ないでしょう。赤色の石と止めてくれたんで。滝がなかなか、滝ちょっと暴力もしたな今。お、あ、いじめゲームスタート。ちょっと待って、俺いじめゲームめっちゃ好き。3人が1人側へ丸太を投げつける。あ、わかりました。私は3人側なんで、この人へ丸太を投げつけるのね。空手の技で壊します。わかった、縦に振って投げ、あ、わかったわかった。じゃあ俺クソ意地悪だから、マット、ハゲと同時に投げるわ。毎回マジでクソ意地悪だから俺ハゲと同時に投げるわ。いくよ、こういうこと。はい、これバカうざくない？これうざいでしょ。いけるんだ。いや、ねえ、同時に投げて。オッケー。ね、同時に投げてよ。で、俺めちゃくちゃマットで息合ってんだけど、同時に投げてよ。よし、ねえ。で、これ俺にやらしてくんない？これ俺なんか得意な気がする。これ音ゲーじゃないの？これ俺にやらしてほしいんだけど。え、これ相手が強くない？だってさ、2枚抜きされなかった、画面入ったよね明らかに。でも俺だけだよ、当てたの。はあ、マジで。え、なんか滝優遇されすぎじゃない、いくらなんでも。え、滝優遇されすぎじゃない？しかもマットも黒人のくせにめちゃくちゃ数字出すし。あ、いいねいいね、まあ、全然実質2だからね、もうそれ全然いい全然いい。三田さんだったら、うん、あー、これ好き俺、これめちゃくちゃ得意。4枚3列のカード上から順番に1枚ずつ選びます。はい、わかりました。これは神経衰弱のなんかパチモンみたいな感じ。これいける、神経衰弱のパチモンみたいな感じだから俺はめっちゃ得意これ。でも4番目にしてほしい、せめて。まあいいじゃん、あ、いい、4番目、これガチ勝ったわ。滝、あ、そうか、自分を当てなきゃいけないの。おい、いや、おもんなこのゲーム、マジで面白くない。あ、俺そこね、俺2番目そこね、待てよ、2番目そこね、まずここの3分、ちょっと、おいおいおい、ちょおい、反応して。オッケー、右、俺右、オッケー、あとは運次第、じゃんけんに勝つ確率と一緒。右、ああ、え、手ぶれ補正ついてないのこのミニモコ。ちょ、震えたんだって、緊張しすぎて震えたんだって、もう最悪なんだけど。ブスすぎだろこいつマジで、この赤。ねえ、おー、マジっすか。3位はくれると、ちょ、もう本当に手ぶれ補正だけ勘弁して。はい、
もう、なんかさ、美味しいとこ行かしてよ、もう少し。判定表が付け出してよ、お願いだから。ちょ、手ぶれ、ちょ、緊張しすぎて、あ、僕の番だってなって、なんかこう、うまくめくれるかな、なんかこの、緊張しちゃった。わざとじゃないって、本当にわざとじゃない。あの、ここで落ちてくれれば。ちょ、これさ、あの、赤色のさ、あれなんだっけ。あ、いやでもこれ落ちない方が良かった説あるわ。赤色のやついってんじゃん、だってあの、赤のやつで戻されるんだよ、確か。だからこの人、むしろこれ成功説ある。いやこれパブロ絶対勝つわ。うーわ、うーわ、マジか。なんか、事故れ、なんか、なんか、なんか起きろ、なんか複雑骨折、複雑骨折、なんか頭が、あ、いや、ないならんか。現実的に考えたら結構ありそうだけどな。なんかバキバキになってほしいわ、骨。もう、俺の分身だったら、もっと俺の分身だったらこうひざまずいてこうだから、俺の分身ならもっとちゃんとやろう。なんかその、うーんって、なんかあんな感じの悔しがり方、絶対それ悔しくないもん。あ、待って、俺これめっちゃ苦手。俺の人生みたい、一歩進んで二歩下がるじゃないんで、いきます。まず一括、正確に、はい、正確に。これ打ち方最初わからんけど焦った。あ、いけるか、いける、オッケー。正確に。ちょ、みんなコメント全然見れない。ねえ、お願い。はい、じゃあ下手っていうか、最初なんかやり方がよくわからんかった。そら落ち込むわ。なんかこの子たちなんか手足せ、手、あ、手ないやん。このなんか手がどうな、なんか俺だけ過労死あるように見えるんだけど。24時間テレビ、タイムリーすぎない？さすがに。ピエール行きましょう。いや、地獄落ちてほしいな、この人。頼むわ。え、腕なかったよね、両腕なかったよね。うわ、お願い。いやでも3分の1か、落ちる確率。よし、めっちゃツバ飛んだ。ジュン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 。俺4位だっけ、俺今4位だっけ。俺4位か、全然進まんね俺って。頼むわー。ちょっと待って、エアコン切りたいんだけど、エアコンのリモコンどっか行ったっけ。あれ、エアコンのリモコンどこ行ったっけ俺。あったあったあった。いや、全員落ちてほしいな。え、熱くない？激熱展開じゃないこれ。右のコメント止まってる、マジか。え、激熱じゃないこの展開、どう？嬉しい。4以外なら何でもいい。まあ、まあ、みたいなね。まあ、まあまあ、まずまず、もう順調に順調に、あの、一歩ずつ一歩ずつ。あ、これ音ゲーガチ得意、これ聞いて、みんな見て、これガチ得意だから。はいはい、いきます。ちょ、静かにして。ちょっと待って、右下誰の子それ、不倫じゃない？ちょ、右下だけちょっと不倫が発覚してない？大丈夫？笑顔絶えない動画にしたいんだけど、右下だけ確実にお前の血じゃないよ、その子。いや、お前この試合に勝ってももうそれ負けてるみたいな。ほら、うますぎん、このゲーム。やっぱ音ゲーになるとめちゃくちゃ強いからね。すいません、ちょっとウィーリモコン投げたら止まっちゃった画面。これ勝負に勝って試合に負けてるからね、君。いや、これ2番全然2位じゃない、2位じゃない、最下位最下位、マット最下位だから。いや、思いっきしお前の血じゃない、あの子は。よいしょ。前夜祭スプラトゥーン終わったよ。いや、知ってる。なんかね、さっき終わってた。で、ちなみに、スパチャ来てるの知ってるからな。あ、全然来てなかった。全然来てなかったわ。ごめんなさい。あ、結構暑いね、しかも。あ、待って！うお！
一番進んでないってことは、俺一番進んでないってさ、あのマグマルート分をさ逆算した結果、俺一番進んでない。待って待って待って、いやだってマグマルート分検査したら一番進んでない俺。え、結構熱くね。持ってるってこういうことよ。で、あ、熱い熱い。あー、マジか。なんか火山のやつ押してほしかったわ。俺がスパチャ催促したからスパチャが来た。これスパチャの話触れさせるっていう、これ俺の策略だからね、みんな気をつけてね。このクールのスパチャはこれ今俺が催促したから、これ確かさ4ぐらい出すと一発で戻れるんだよな。パブロ4、なんか4出しそう、この人。おお、いいね。何の変哲もない場所。250円分来てたスパチャ、え、マジで、いつ来てなくね。4つの穴見た、あ、もう完全に運ゲー。一番女性を喜ばせらせさせらせそうなものにするわ。一番ね、女性を喜ば、これなんですよね、結局オーソドックスな形、これが一番女性喜ぶ。え、パブロはあの絶対方形やんか。で、左のマットのやつはもうなんだこれ。頼むよー。よし、いい。まあでもこれ別に悔しくないわ、そんな。うわ、お前か、女性一番喜ぶ、セイキンさんやん。なんか結婚してらっしゃったもんね。あんま詳しくないですけど、私。なんかすでに既婚の方でしたもんね、セイキンさんは確か。今日は、奥さんと一緒に、おせっせを、やらかしていきたいと。思っております。セイキンの赤ちゃんが生まれた日から10月10日を逆算して何の動画あげてるか見てみたい俺。見てみてくれ。セイキンの赤ちゃん生まれた日あるやん。セイキンの赤ちゃんが生まれましたって言ってる日から逆算して10月10日逆算した日に何の動画あげてるか俺見たい。誰だっけ、奥さんの名前なんだっけ。押して1,2,3,4,5。 あ、大丈夫か。落ちてー。 OK。 君そういう人生お似合いじゃない。これクロちゃんをさ、色黒、なんかガングロ卵ちゃん、卵じゃんみたい。あー、結構熱いけど俺ここで落ちないかどうか心配。頼むわ。俺見ない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 。もう進んでると仮定していきます。見ないよ。もう俺下向きます。いきます。はい、もう見てない。多分進んでると仮定して俺はもう下向いてる。見ていい、もうそろそろ見ていい。え、でも言っていいっすか、すいません、言っていいっすか。あのウィーリモコンがブッブーって震えたんだけど、俺、あ、俺さ、ちょっと気のせいかな、これさ、ウィーリモコンがブッブーって震えたんだけど、これってどう。あー、これめっちゃ得意。見てて。これはただ羊の群れを、え、これなんてさ蹴り殺せばよくない別に。え、すれ違い次第。なんか左の人、なんかこういう YouTuber いない。 俺の顔みたいな、こういう YouTuber いない。ちょ待って、道、お前どけ、道を開けろ、道を開けろ、お願いだから。全員積んでるし。熱い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 。これさ4人でやったらさ、奥の方の人あれじゃない、結構視点振りじゃない？ちょ、叫んだらさ、あの一瞬貧血起こしたんだけど今。クソ楽しいこのゲーム。え、今腕あったよね。たまに腕なくなるとき何？やっぱここか。たまに腕なくなるときがあるんだけど、あれ何？わ、待って、俺めっちゃ持ってない？うん、一発よここで。からの抜けた後もま、来た来た来た、待って、しかもマイナスプラス6じゃない？え？どうした俺？うわ、でも俺こいつのこのクソ精金ゴミゴミ YouTuber ゴミクソゴミブスバカアホエイの裏側死ね精金に俺抜かされるかもしれん。あの出し抜かれるかも。あのさ、ゴロゴロで転がされて俺巻き添え食らう説ある。うわ、お前もか。いや、でも全員巻き添え食らう可能性ある。いや、お前次第、本当にお前次第。お前、うわ、うざー、これ。いや
や巻き添え食らわれたらうざ。いやほんまにイライラするわ。まあいいや、一番進んでないからね、この中でギリギリ。これ確かね、一個ずつ順、あのあれ下がってくんだよね、確か。なんであそこだけ数字下がってくんだろうね。別にいいのに、そのままで。これは？あ、あ、なにこれ、なにこれ。いや、どうせ青出んだよ、こういう時。だから最下位のやつは絶対に青が出やすいっていうこのメカニズム、俺いるじゃん。なんでこいつが出し抜くん、ほんで。なんでこいつ出し抜くん。うん、頼む、足引っ張り合っちゃって、もうなんかターン9とか言ってんじゃん。来た、集中力いきます。これはパンっていった瞬間、これ振ればいいだけ。なんか押されたんだけど、なんか押されたんだけど、え、今俺横入りされなかった？俺なんか押されたんだけど、え、ガチで、え、これ負けることある？え、今の1位じゃないの？え、ガチで？いやいや、いいってね。まあいいや。え、納得いかんわ、さすがに。いやー、あー、やるか、じゃあお前赤やる？いいよ、いいやで。あ、全然ええの、全然ええ。あー、もうやるわ。お前タイマー張るわ一旦。何このピザで、バイクでピザを届けるレースゲームです。地図で、俺これ初めてやるんだけど。え、こんなんあった？バイクでピザを届けるレースゲームです。地図を見てルートを見ながら、相手よりも先にお客さんにピザを届けますよ。え、これ 1って何？これ1ってブレーキとかが、まあ2で走るんだろうな、多分任天堂のゲームだから。わかりました。地図でルートを見ながら、地図、あ、右のやつね。はいはいはい、わかりました。え、これ負けそうな気がする。なんか嫌な予感する。ピザ屋の彼女になってみたい。スタートダッシュないんかい。あ、これジャイロね。オッケー、出し抜いて。危ない！ちょっとさ、安全運転しようぜ、お互いに。こっち？どっち？お互い安全運転で行こうぜ。なんかそのさ、競ってもさ、別にさ、意味ないっていうか、そんなさ、待って、わかんねえ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 。あ、あー！しょ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 。え？いや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 、違うやん。あー、でもこ、すごい AV の音に聞こえて今。え、なんかさ、でもさ、帰るまでが遠足やから、これぶっちゃけ帰るまでが遠足やから。え、これさ、俺一番うざいのがこれ 7個進まれるっていうのが一番うざいよ。で、これこの人勝ったから進むんでしょ。あ、進まないんだ、ならいいや。え、進まないんだあれ。え、進まなかったっけ7個って。ちょ、もう一回巻き添えしていいよ、じゃあもう。あ、いいよ、全然、もう一回巻き添えしよう。もういいよ、全然全然いい、全然いい、全然いい、やってくれて全然いい。まあでもぶっちゃけ、あんななんか可愛げのかけらもない、マジか、全然可愛げのかけらもない、あんなおばさんのためにピザ届けてたんか、あんな張り合ってたんかって思うと、別にもうどうでもよくなったわ普通に。毎回プラス6の先、なんかマスあるよな、ハプニングマス。やばい、これ勝てなさそう。で、顎外れるでしょ。鉄球が壊れてしまったので次から誰もするので、ありがとうございます。いや、このタイミングで壊されるの、最下位誰？まさか俺じゃないよね。うわ、マジか、俺が決めれる。でもいい、これよ、後ろからバトル、これね、強い弱い関係なしに一番楽しい、これが。乗っているトロッカー自動で進みます。曲がる方向を切り替えて、分かりました。分かる、十字キーでやって2でやるやつね。もうこれ一番楽しいからね、このゲームが。うわ、しかもオーソドックスな、オードソックス系な、そういうね。ちょ待て、ちょ待て、あ、やばい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 、あー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 、もう一
回やりたい。お願い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 、もう一回やらせて。じゃあ下手くそとかじゃなくない、今の。え、俺が悪い。え、ガチイライラすんだけど。え、俺が悪い、これ。え、待って、分からん。待って、俺が弱いんかもしれん。え、でもなんか、え、なんか心なしかね、コンピューター全員俺のこと狙ってる気がするんだけど、心なしか、コンピューター全員俺のこと狙ってる気がする。なんかよく分からんけど、いや、頭悪い、マジか。ちょっと待ってね、俺の想像してたものと なんか違うわ。ちょ待って、残り10だって。やばいやばいやばい、待って、ちょっとハプニング、あ、来たんじゃないこれ。これで俺とか出たらもう本当にやめるよ、このゲーム。もう本当にやめるよ。あ、よかったね、俺、よかったね、俺さ、小学生卒業してて。え、普通に帰ってる。つまんなすぎて帰ってる、これ、普通に。また3のとこからやん。いや、マグマ落ち次第。え、どうするこれ、マグマ次落ちたら。ちょっと待って、俺もう、気力が。戦う気力が、ちょっと待ってね。ちょっと一旦待ってね。戦う気力が、なんかこういう顔の YouTuber いるよね。あ、でも10マス進める。一人側が全てのフルーツを飛び終えるまでに、分かった。一人側の操作ちょっと見せて。一人側の操作。え、A を押してカウントします。 B でカウントの数字も減らすか。あ、分かりました。じゃあ指定された何かバナナかなんかをカウントすればいいのね。わかりました。え、これ無理ゲーなの？俺なんか別にいけそうな気がするんだけど。いきまーす。確かに画面の録画見ればいいだけっていう。さくらんぼ、あ、りんご、はい。りんご、はい。達人さん、りんご。りんご。いちご、はい、りんご。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 はい、椎名りんご。はい、りんご。え、嘘でしょ、クソ簡単じゃない？え、クソ簡単じゃない？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。え？まあいいや。まあこういうこともある。なんかこの、なんだろうな、この盛り上がらない勝ち方やめてほしいよね。ね、なんか誰でもできるんじゃない？これ。まあそういう、危ない、頭ぶつけるよ、危ないよ。気をつけね。いいね、一気に出し抜いた。頭臭い。あ、頭いい、オッケー。まあ頭いいっていうか、あ、俺まだ最下位なんだ。おい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 、踏ん張りタルハードル、俺めっちゃ得意やで。これこそ一番音ゲーやで。これ一番得意やぞ俺。これはあのこうやってふなんかこう上下に振ってなんかこうパタパタパタってやるやつ、これめちゃくちゃ好き。いきます。いいね、俺だけ優遇。はいはい、振ります。はい、振ります。はい、ギリギリ。なんで振ってん。はい、音ゲー。はい、音ゲー。はい、音ゲー。だから振っとるやん。なんかさ、振ってない時にパタついてさ、なんでこいつマジで。ねえ、意味わからん、このゲーム。全然反応しんねえけど。もう、ボロボロとボロボロとさ、ウィーリモコンから電池もこぼれ落ちるし。え、なんで？え、これ前もこれで起こす。え、なんで俺こんな反応しんの？これめっちゃ俺パタパタさせてるで。え、ガチガチ。は、めちゃくちゃパタパタさせてるで。え、これコントロール。え、なんで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 ？無反応ある。これ無反応とかそういう、ねえ、これ絶対こいつ優勝するやん。え、待って、本当に面白くない、本当に面白くない。ねえ、お願い、お願い、本当にお願い、本当にお願い。ちょっと。聞いてないって。ちょっと、お願い、お願い、まあいいや。どうせ多分ここ無理だから6分の1でしょ、確率。うん、まあいい、全然いい、全然いい。うん。え、ちょっと待って、俺10、待って、俺あと何マス進まなかんの、これ。大丈夫か、まだみんな待っててくれるか。あ、いいねいいね、バイバーイ。愉快愉快、ほんまに愉快。
その DV を止める、なんかあれみたい、そういう映画ありましたよね、カメラをなんちゃうみたいな。ちょ、ピエール、なんか怒んね、なんか怒んね、なんかおもろいこと怒んね。7ってなんか結構いい数字じゃない？うわっ、ウィーフォーマス止まってほしかったな。はい、巻き返しワンチャンあったよね。ねー、そらやる気なくなるわ。ちょっと待ってね。あー、俺 U 持ってない。ウィーパーで U の時代はもう家族仲良くなかったので。ちょっと待って、もう運任せトラック行くわ。一旦ちょっともうこれ運任せトラック行くわ。ちょっと待ってね、もうしゃあない、運任せトラック行きます。ちょっとね、もう自分苦手だったんで、あの辺のエイムゲー苦手なんで僕。今一瞬チラッと見えなかった、これ真ん中じゃない？真ん中で行くわ。あ、真ん中で行くわ。じゃああれ左じゃないこれ。おー、いいね、最下位2人が。じゃあお前と違う方向行くで、俺こっちだ。おお！何このシュールな絵。何このシュールな絵。ニコニコ動画だったらコメント欄で左樹海みたいなコメント来るんだろうな。え？すごくね？めっちゃ運ええやん俺。しかもマットが一番熱い。マットが一番熱い。いや、マット再開にできたらマジ熱いわ。これは6分の1でもね、ってことは。頼むよ、17、これは66。いや、まあまあまあ、ギリあり、ギリあり、ギリあり。あ、ラッキーすぎる。あ、しかもさ、地獄のやついけない。待って、クソラッキー。これ何が出てもラッキーじゃない？いい、全然いい、全然いい、全然いい。で、マットどうせサイコロ1個だもん。いや、あり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 。マジ熱い、マジ熱い。いや、マットが6さえ出さなければいける。でパブロデゴーセプラシスコでパラポロデテロセレクリスミネグルゼロネグルピカさんもどうでもいいからこのシーンスキップし。え、大丈夫？危ない、気をつけてよ、落ちないように気をつけて。大丈夫？オッケー。これ落ちたら結構ただごとじゃないからね。白ひげ7、しかもあれこれ1マスギリ危なくない？はい。最近もそれは尻餅もつくわ。尻餅の一つや二つぐらいつくわ。え、これでマットが6出したらもう普通に。びっくりした。もうウィーリモコン投げる。なんかさ、画面、俺昔ウィーリモコン投げて、なんか友達ん家の窓ガラス割れたわ。友達ん家のね。君こそ、来た来た来た。ジャングルジャンプよ。JJ。いきます、俺絶対優勝するわ。これだってタイミングゲーみたいなとこない？正直いきます。これさ、横でいいんだよね、横で。はいはい、ちょっとイヤホン絡まる。ちょ、イヤホン抜きます、今一瞬。はいはい、まだいくよ、まだ。はいはいはい、やったわ。待って、ええぐくね？確かにしなり、ちょっとさ、肩外れたんだけど、みんなちょっと聞いて、ちょ、俺肩外れちまった。うわっ、強そう。頼む、オッケー。まずは1個、まずは1個頼む。で、多分強いやつ1回来てるから、多分ね、そんな強くないの来ると思う。なんならもう後ろ行っていい。うわ強そう。うわ絶対これ抜かされた。うわ熱い。なんか豆みたい。こいつ次第。いやこいつでも4位取ってほしい。よし、あれ、あー、びっくりした。え俺強くない？あ、でもこいつ何位だ？ 3 位か。まんま、ギリ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 。いや、マット3位ギリかな。割とギリギリありだな。ギリあり。え？勝った説ないこれ。10でしょ？
やばい、そろそろこれチャレンジ6回するうちの1回は誰かいけるってことじゃないの？だって確率的に。待って、ああ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 あ待って、マジか、こんな頑張ったのに後半。このクソクソブスゴミ、クソ右下顎ほくろゴミバカを死ね聖剣に取られた。またマジでつらい。待って、マジでつらい。いやちょっと待って、これ3位なのが納得いかんわ。これミニゲーム勝率見してよ。俺見て、ここの巻き返し、この真ん中らへんのやばくない？めっちゃ巻き返してるで俺。この主人公は俺でしょ、明らかに。これミニゲームみたいな見れないんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい。ちょっと待ってね。ワンモアチャレンジ。ちょっと待って、これもうまずすぐ。絶対いける。ちょ、あのね、まずメンツがキモかったな。なんか全員すごい失礼なこと言っていい？なんか、あれ？なんか全員24時間テレビ出てそうじゃない？これなんか、いや、すごいなんか失礼な話なんだけど、いや、なんか全部に失礼。全部に対して失礼なんだけど、なんかこう、なんか全員24時間テレビ出てない？これ。この人。全員出てるけど、24時間テレビに。いや、まずここで1位取るのが大事。お母さん、この、広政やばい、なんで？広政なんかそんな強いの？なんかでも意地悪そうな顔してるもんね。スムージマ決めてみるように分かりました。言います。うん、俺これ苦手。これだって聞いて、俺これ、俺モニターに映す過程でモニターが 30fps だもん。聞いてください。僕、不利なんです。僕、モニターに映してるんで、モニター 30fps 限界なんで、できません。僕これ。60fps 必要です、さすがに。左、右、2番目。はい、わかる。え、ここだよね、俺。え、俺ここだよね。あ、だよね、びっくりした。これ全員撮ってる。ああ。言います、正解で2点。ここからよ。左、右、左、真ん中、右、左、これ、ここ。え、みんなどこ？え、嘘。え、なんかすごい人気じゃない左。え、待って、分かった、みんなこれ。え、左だよね今。右、真ん中、左、はい、右、はい、右、左、左、右、真ん中、右、左、あ、俺のとこいじりすぎだお前。右、左、右、右、はい、真ん中、はい、ここ、分かった、ここ、絶対ここ。え、だから人気じゃない、なんかスポット。あー、全員違くね？全員違くね？本当に達人か？え、お前女だったんかい、この右二人。こんなキモいメンツで合コンしてたの俺ら。ここよ。まあ3番目か、まあいっか、まあいいでしょう。え、これ強い、三田さんそんな似てます？あ、 LGBT の方なんだ、なるほどね。な、確かになんかこれブサイクすぎて明らかにおかしいなと思ってたもん。女じゃないなって。おー、いいね。なんだっけ、正宏、三田さん、これ三田さんそんな似てるか。これ俺疑問視してるけど、俺三田さんそんな似てるか、これ。あ、広政ね、広政。こう順番だけ決めてさ、サイコロはまた別で決めない？いやー、うまいなー。みんなよくここ一発で到達できるのうまいんだよなー。あ、いいね、 1vs3。 血の毛がよだつね。何言ってるかよくわかんない。身の毛が、あ、1人側が取るポーズ、3人が真似をします。クラウドファンディングで3人残っていれば勝ちです。わかりました。わかった。ポーズを覚えればいい。まずポーズを覚えて、
いきます。十字架、それ A なんだ。 A のポーズが A で、で変なのが B ね。 OK、 お前らやれよちゃんと。これ3人同時にかかると急に弱くなるからな。はい、キモくない？今のリズム感ゼロじゃない？あの人頼むよ。え、嘘でしょ。はい、ダウン。え、あ、俺悪い？え、今十字架をしたよ。え、待って待って、ちょっと聞いてください聞いてください。俺だけは MVP じゃない、さすがに。味方が弱いし、しかもそう、味方が雑魚。まあいい、今のうちに好きなだけ進めとこう。どうせここで足止めされて、あの、しかもこれもう顔がさ、敵じゃないもん。俺の顔が敵じゃない、俺の。はい、ここで運を見せつける。俺はまあ最初なんで。こいつブスだね、ほんとに。口ちぎりてえ、もう見てるだけでイライラしてくる、こういうやつ。唇ちぎりたい、普通に。うん、俺のもうホーム、これ俺のホームだ。なんかこういう俺の顔、こういう YouTuber いるって。トゥルルントゥルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥルルトゥルルルだってさ、俺誰も寄りつかんもん。よし、だって俺誰も寄りつかんもん。ヒロマさ、そら泣いちゃうわ、かわいそう、ヒロマさ。え、これ上手くない？俺これ得意だよね、俺。なかなかなんかね、俺誰も寄りつかんすよ。頼むよ、運を見せつけて。いいね、11、あ、9か、5足す4ができなかった。ちょっといきます。6666、いい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ運いい。まあまあまあ、悪くない悪くない悪くない。ほら、一気にここまで追いついてるの割とあれじゃない、適正じゃない。あの羊の方が気楽に臭そうだけどね、正直。さっきの羊の話をするんだったら、この人ブサイクだから、普通になんか普通に、まあいっか、顔の偏差値落ちてるから、さすがにここで落とすのもかわいそうだわ。うん、強いね。なんかさ、この辺のハプニングマスって絶対止まんなくない？なんかさ、え、これわかる？これさ、ウィーパーティーあるあるなんだけどさ、なんかこの辺のハプニングマスってさ、序盤のハプニングマスってさ、なんか不満くない？だけど、あれってめっちゃ不満。あの、さっきのボヨーンっていう4プラス4。これわかる？この気持ちわかるし、ない？なんかわかんないけど、踏まないんだよね、みんな。行くねえ。わかります？何なんだろうね、これ。なんか運あんのかな、そういうの。え、待って、あと何残ってる？うわ、こいつマジか。ティファニーだっけ？気をつけて。あ、5点着地しか、オッケーオッケーオッケー。これバキみたいに5点着地しないとあれだからね、内臓バラバラになるから気をつけて。骨バラバラになるから、バキャバキャバキャブルになるって気をつけて。このシーンカットしていいよ、ヒロマさん興味ないもん。三田さんいいね、ただメガネかけてるだけだけど。ほら、なんかこのプラス4みんなクソ踏んでくのに、あのハプニングマス直ではなんかみんな不満くない？これわかる？なんなんこの、これ何？ CPU のミーって誰が作ってるの？任天堂さん。あ、来た来た。これはもうさっき俺があのミスったけど、これは集中すれば誰でもできる音ゲー。あ、マットじゃない？これマットじゃない？これは今打ってたのマットじゃない？感動の再会で、順番回ってきてね。はいはい、まさかのマット。はい、ちょっと喋れないこれこれ音ゲーより集中する。はい、オッケー、うまっ。いやー、一回ぐらいみんなミスってほしいな。結局サイコロ勝負になっちゃうじゃん。ダサ、あれ一番ダサい。せめて2、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 ファスト、せめて2、せめて2、せめて2、はい、せめて2、せめて2、せめて2、オッケー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 。なんかさ、右から2番目の人のなんか目、なんか目みんな怖くない？あの空振り一番ダサいよね。
まだなんかぶっ飛ばされるのは受けが狙えてまだいいじゃん。だけど空振りが一番ダサい。頼むよ。あー、まあ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 悪くない。お、なんだ、プテラノタノシがなら先に進み、おかげサウルスならさよならします。なるほどなるほど、そうか、君はそういうやつなんだな。かわいそう、普通に。いきまーす。ほい。いやー、まあ悪くない悪くない。あ、待って、これプテラノ楽しい臭いくない？あ、全然違ったわ。え、待って、俺さ、あれ次4位わざと取りたい。なんかさ、絶対さ、次4位取ってサイコロ1個で2か3か 4?3 か5出してあれやった方が絶対よくない？青でぶっ飛ばしてもらった方が絶対よくない？これさ、あえて4出す説ない？これ大丈夫？それ俺狙ってんだけど、どう？あえて次4出す説。あ、落ちる？でもさ、確率的にあえて4出す方がいいよね。うん、いいね。見せ場がなさすぎていいね、今の。いや、これ頭めっちゃ頭おかしくなるんだよな。これ頭おかしくなるから嫌だ。これさ、ぐるぐるって回転すると右が左になったり左が右になったりするんだよ。マジ嫌だから勘弁してほしい。勘弁だけしてほしい。あ、分かった分かった、こっちね。はいはいはい、俺意外とこういうの得意だからね。はい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 、あ、こうか。はいはい、てか普通に迷路がむずい。俺頭いいな。俺頭いいな、これなんかね、90度。あ、そっか、ウィリモコン、いやでも回してもできなくない？だってさ、だってウィリモコンごと回転させてもさ、あれじゃない？いけんのか。俺はね、頭は地頭、あーでもこう1位取っちまったわ。まあいいや、じゃあ進みましょう、とことん進みましょう。いいねいいねいいね。あ、これプテラの楽しい癖いいね、悪くない。なんかこの辺の UFO とか絶対踏まないよね、謎か、なぜか。でもなんか結構な確率みんなさ、送ってってくれるやつ、何プテラノタノシの青色バージョン、あれめっちゃみんな言ってくるね。あ、これいったんじゃない？あー、惜しいね、ギリギリね。このヒロマサゾロ目好きだね。黒人やけど、さらにやけど、すごい全部ゾロ目だ、すごい、こんなことあるんだ。うわー、マジかー、なんか悔しいんだけど、なんか俺だけこれできてないの、なんか悔しいんだけど。この人かわいいね。なんかこの銅像かわいくない？石像くん、なんかかわいい、これとてもなんかこう安心する、見ていて落ち着く。なぜかわからないけど安心して 見ることができる。こいつアサミって言うんだ。いいね、君2がお似合いだよ。いいと思う、いいと思う。そのなんか一生その辺なんか うろついてほしいわ。なんかこっち込んでほしいよ。なんか普通にブスが釣るでこっち込んでほしい、普通に。はい、音ゲー、これ大丈夫か。でもラグ 0.1 秒あるから気をつけろよ、このモニター。ええー、うまっ。待って、右満たさんすぎ。あ、意外と2位なんですね、私。まあ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 、泥試合。まあまあまあ、悪くない悪くない悪くないけど、え、あれすごくなかった？あんなんだって理論値じゃん。確かに理論値じゃんね、あれ。どうやって突破できん？いいねいいねいいね、そうそうそう。あ、でもあと残り意外と28なんだよ、みんな割と。あ、しかも 1v1 誰か選ばれる説、これ俺選ばれる説ない？どう、これ俺選ばれる説ない？これどうしよう。ライバル同士の対戦なのでミニゲームをスキップすることができます。いや、これはね、私ね、友達の戦いなんで見ますよ、それはもちろん。早っ。早っ、俺何もしないぞ。何このゲーム、俺こんなんゲーム知らないんだけど。うわ、このチャンネルのさ、1とか2とか3のエフェクトナッツ。ごめん、何してんのか全然わからんわ。チャンネルザッピングゲーム、まあ、よくわかんないけど、まあ、とりあえず、まあ、買ったらしいわ。なんか買ったらしいわ。 CPU は友達です、僕の。あ、しかも7マス後ろ行くんだ、あいつ。へえ、かわいそう。あ、ちょっとここで足止め食らってほしいな。5だよ、5だよね、確か。
まあいいね、広政。まあいいんじゃない、でも君。おお、お前もあの樽の熱超えなきゃいけない、もしかして。行くで。8か、待って、123456 6出してもいいけど、これはね、今日はね、こっちの日なんですよ、ほらね。で 1v3 とまたいじめられると。学校でよくありましたこの光景。あー、待って待って、一人側の操作にして、丸太が飛んでくるタイミングを合わせてウィルムコを振ると、パンチやキックで丸太を、そんだけなの、振るだけ。なんか A ボタンとかにしてほしい。なんか振るだとさ、感度がなんか危うい説あるじゃん。ほっほっ、待って、びっくりした。あ、こっちじゃないね、まだ。びっくりした、めっちゃびっくりした。いきます。ねえ、一気に来すぎ。ほい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 。待って、うますぎ俺。ソフラン、ドンカマ2000的な何か。はいはいはい、ロンチ、はい、フルコンボ。次お前、次お前ら自身殴りに行くから。ちょ、おおって、まずそこに寄って。ちょ、あの、聞いて。ちょ、あの、今、丸太蹴り殺したけど、今、次お前ら自身だから。まあ、動かんで、そこから。待ってろよ。頭ぶつけないよ、気をつけろ。なんか頭ぶつけ、それここ怖いね。あ、でも俺、巻き添え食らいそう、この人に。うまくないこれ難易度、これさ、最強クラスなんだけど、別に。やっぱある。結構ガバいな判定。やっぱクラピカなんでみんな右行くんですよね、残念と。行くじゃん、広松めちゃくちゃ運行しとるかと思って今お前のシーンカットしていいよ、もうかわいそう、もう本当にかわいそう、本当にこの人かわいそう。もうこの人が勝ったらもう実質俺の勝ちでもいいぐらい、この人が勝つってことに意味があると思う、今回の試合。かわいそうすぎる、さすがに。俺だったら自殺してる、もうあのマグマに飛び込んで。パンチングマシンで相手を海に落とします。相手の体にパンチを当てて一発で突き落としましょう。わかりました。じゃあこれ後ろから狙うやつの、あの後ろからの自由度いい番ね。2、1、やめてやめてやめて。ちょ、俺をさ、よし、俺やん、全部俺が倒したんだけど。いや、これ全部俺だし、もうほぼこれあれだよ、会場レストランバラティエに登場した銀だよ俺。もう結局パールさんもサンジも麦わらのルフィも赤足のゼフも全員倒してる銀だよ。もう実質俺銀だよ、もうここまで来たら。ドンクリークまで倒してるし、あいつ。いいねー、今回はついてる、なかなかに。待って、いいんすか自分、あと残り7マスぐらいじゃない。待って、いいんすか。あ、いや、いいよいいよ、別にここだけ顎外れんで。あー、マジか。じゃこれさ、あの黄色の子、あの黄色の子が勝つ未来がちょっと見たいけどね、俺は正直死んでも阻止するわ、任して。死んでも阻止する、任して。梨を数える、オッケーオッケーオッケー。だから梨を数えれなくするか。待って、落ち着け。絶対死んでも、あ、もういい、もう諦める。あ、もう諦める、これ。いや、もう諦める。じゃ、お前らちゃんとして。これだけ死んでも隠そう。よし、じゃ、お前らちゃ、諦めすぎじゃなくて、あのあれだって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、マジか。結構1なし分ぐらいは結構本気でやったつもりだったんだけどな。1なし分結構本気でなんかあれじゃなかった、隠れてなかった、割と。残念。まあそういうこともある。すごい来るね、ここ頭ぶつけそうで怖いけど、すごい来るね。テスティファイに大丈夫か。お、いいね、
あ、でもここ、多いね、君ね。でも俺選ばれる自信がある、これ。マジか、俺ライバル視されてるわ。ライバル視されちゃってるわ、私。迷路を傾けてボールなんてもう任して。得意だから、こういうの。右からが強いね。OK、右からいきます。なんこれ、左右反転になってるんだったら左からの方が強いのか、もしかして。互角じゃない？ここ行こう。ココリコ田中。これ行き止まりとかないもんね、だって。いや、待って、マジで頼む。マジで頼む、マジで頼む。え、俺だってさ、またワンブー俺さ、永遠に俺らで行き違い互い違いになんねえ。じゃあもう一生ゲミニゲームしようぜ、ここで。本当に君運ないんだね。やまる、うんくん、あかんそのこ、やるな、おら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 、ねえ、これ本当に嫌い俺。めちゃくちゃ指疲れるもん。懸垂を10秒間で何回できるか、10秒な。いや、これ待って、あ、いって待って、ねえ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 、コントロール抜けた。危ねえ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 、今指、危ねえ危ねえ危ねえ、待てよ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 。やばい、まあいい。まあ赤が、まあ黄色が、なんだろう、こうなんか俺浅見を応援してるから、浅見を応援して。でも一瞬なんか1秒ぐらい止まん、1秒ぐらい止まんなかった一瞬。なんか浅見ブスすぎて、なんかその辺のなんか溶岩とかに浮いてる、なんかあのトゲ尖ってるなんか石に叩きつけて、なんかあの腹綿貫通させて逃げ、いいね、ハプニングマス。俺来そう、なんかいいねー、お返しや。お前右がなんか俺めっちゃびっくりしてる様子やったけど、心の中でクソよっしゃってガッツポーズしてるからね。いいね。7、なんもないね。オッケー、テスティフィーニーがどこまでいけるかな。あー、まあ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 、待って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 、嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、なんか私来そうな予感。あー、ありがとう、ゴミ同士のもクソモブ同士で争ってくれてありがとう。歯の形キモくね、お前。なんか歯並び良すぎて、なんかシャッターみたいな感じになってるけど、逆なんか90度回転させたシャッターみたいな感じになってる。明らかに薬をやられているこの方は。いきます。さっきは失敗したけど、もう早速だってもう俺のとこにいるじゃん。はい、二人勝ち。一発で二人仕留めるよ。え、乗れ。 OK、こっち来てー来てー。二人ぐらい行こう。来てー。なんでこんなこんなこいつら、可愛げのかけらもねえや。羽でミキさんみたいなかけて、お前ら殺してやろうか、マジで全員。ねえ、失敗してるこの人たち。あ、でも意外と2位だよ。危なかった、今最下位のやつだった。もうそのままもうなんかもう着陸して蹴散らそうかなと思って一瞬。あの全然乗らんもんで、やる意味ないやん。じゃあもうやる意味ないやん。
ここで5とかいう運使うな。もう着陸して、もうあのヘリコプター の, あの羽ぶん回して、まず蹴散らして一掃しようかと思ったもん。一瞬今、うん、まあいい、もう敵じゃないこの数字は。いやーこいつなんだよな。でん、うん、まあいいね。頼むわ。5と何までかこれ。マジかよ。あでもハプニング、あぶねえ、危ねえ、びっくりした。今一瞬来たかと思った。ついにお迎えの時間が来た。お前のシーンもカットでいいよ、全カット。まだお前そこか。君まだ君分数の割り算とかやってんの。君、俺らもう小数点の二次関数やってるよ。一回のシャッターチャンスで素早く。もう音ゲーですこれは。頼むわ。これだからピューンって通りかかった瞬間ね。だが気をつけろ、このモニターラグがあるから。ねえ、いや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 、ちょっと待って、ちょっと聞いて、聞いて聞いて聞いて。じゃあさ、俺の写真か、この真ん中、クソど真ん中で撮られてる写真で UFO、どっち信じる？みんな、信憑性の問題でしょうかこれ。どっち信じるの？真ん中かさ、真ん中で撮られてるか、このギリギリ撮った感、どっち信じる？じゃあ聞くか、君ら冷静に考えてみ。絶対俺の写真の方が売れるよ。いやまあ行くよね、そりゃそりゃそうですよね。あーお願い、マジで6分の1OK。 あぶねー、ヒヤヒヤする。ちょこさ、若干 0.1 秒ぐらい遅れがあるのがうざい、モニターに。はい、いやこの人もなかなか射程範囲だね。射程範囲だ。うん、どうでもいい、本当にこれどうでもいい。もう今早くして、もう早くして、もういいね、お前が、もうええねん、もうどうでもええねん、もうどうせ左やろお前、どうでもええねん、もうどうでもええねん、もうお前が落ちるくだりとか、もう何なら下まで落ちて、そのまま滝の下まで落ちてって、どうでもええからお前のくだり。あと何マス？いやーいける、いやせめてそこまでは行きたかった。あ待って、ラッキーすぎる。赤、あ違う、黄色、いや違う、あでも何やってんの、もうちょい緑なら出てこなかった。何、まあどうせ次回追いつくと思うから、お互い。いいゲーム選べ、運ゲー選ぶなよあんまり。月面着陸レース、これあれでしょ、あのあれに当たんないように行くんだけど、時には当たって、頭から頭上から当たって下につくことも大事的な、そういう感じのね感じなんですよね。こういうことなんですよ奥さん。ちょ頼む、緑だけ、おいけ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 、緑だけ、あねえ黄色が弱すぎる、明らかに黄色も左行ったし、もう月面の 下とかじゃなくて、もう左行ったし。なぜかわからないけど惑星が避けていく、隕石が避けていくんだ僕から。僕はただ友達が欲しいだけで。行きます、頼む、頼もう、行きます、行きます、お願いします。1、2、3、何？ああ感性聞こえ、あもう今下向いてたんだけど、あーんって声聞こえたわ。まあ次1位取ればいい。いやーなんか出しそうな予感がする、やめてお願いだから、出しそうな予感がする。よしよしよし、いやーでもテスティファイまだ残ってるわ。お願い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 、本当にお願い、本当にお願い。なんか最後さ、インチキしよう、インチキ、あの123123歳。うわっ、あーでもどうせ前、もう悔しい。
ノーカン、ノーカン。コンソン、コン、コンソン、コン。俺は血の塗り込んであるサイをプレゼントするぜ。ノーカン、ノーカン。怪獣くんは欲望の解放のさせ方が下手。まあ2位だからね、言うて。ね、ちょっと待って、俺青、青見てくれ主人。あーでもちょっとなんか黄色がほんと救いようがないというか。いやーマジか。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待ってね。確かに4、5、6歳使ってる明らかに。ちょっと待って。あのね、いやこれどう、もう俺もう嫌なんだけど、これもおすすめを聞く。戻る。あれ？ティファニーいない？これ右から2番目右から2番目ティファニーいない？何この一番左の子供なのかおじさんなのかよくわからない人。ここのリビングパーティーのミニゲームやるか。ルーレットって何？ルーレット、あ、ルーレットやる？俺ルーレットこれやったことないんだけど。あ、ビンゴでもええよ。ビンゴでも、ビンゴの方が短そうだし、ビンゴでもええで。ぶっちゃけミニゲームが楽しいもんな。なんかさ、あと右、一番右、なんかこうなんかこう偏差値、顔面の偏差値が80ぐらい落ちたブルゾンチームみたいなやついるじゃん。ビンゴ行きます。ルーレットの方がいい。まあ、ルーレットやったことないし、ルーレットやろう。じゃあルーレットやり方知らんのよな俺。次へ達人。いやなんか、いやなんかちょっとあのさ、ちょっと俺なんか日本人ちょっとコミュニティレベルがちょっと高すぎるんで。ジャッキー、ステフ、サクラ。その顔でサクラなことある？ちょっと待ってね、もうちょい選ばせろ。ヴィクトル、ピール、ピール、あ、なんか庵野秀明監督、なんか玄道みたいなやついる。これでいきましょう。ピエール。何これ、なんかカイジに出て、何これめっちゃ面白そう。皆さん初めてのプレイなのでルールを説明します。はい、ほら初めてでしょ、言ってでしょ。このゲームはルーレットを回して、バンクに貯めたメダルをみんなで取り合います。はい、なるほど。ルーレットを回すと、三田さん得意そう。ルーレットを回すと止まったエリアによってメダルがバンクに貯まる、ミニゲームに対戦するなどのイベントが出場。はいはい、なるほど。4人バトルや 1vs3 バトルゲームなどに勝つと、バンクに貯まったメダルをもらうことができます。はい、10ターンプレイした後、誰かがバンクのメダルを手に入れるまでゲームが続く。エクストラのターンがあります。ゲームが終わった時に一番多くメダルも、わかりました。まあ、とりあえず、まず全員に500メダル。はい、わかりました。まあ、運ってことね、運ゲー。これ、ピエール滝剣聖金なんだよな。これ、見たさ勝ちぜ、マジで。A を押したままウィリモコンを左右どちらかに振ってルーレット、分かりました。 A を押したまま、じゃあ右に、右に回すってどっちだ。待って、右に回すって、ま、いやちょっとよく分かんねえや。シャンクス、あーまあいいんじゃない。まあ別にバンクが1000メダルを超えました。まだまだこれからですね。あ、これみんなでやんのこれ。あ、わかりました、そういうことですね。この誰がバンクを手に入れるかという感じでございますね。わかりました、わかりました。え、うざ、俺もじゃあそれが良かったんだけど。これ左か、ちょっともうどっちかよくわかんねえ。まあまあまあいい。バンク500。え、これさ、バンク500はいらんって。俺もうなんか着実に確実にあれしてよな。シンジ、ルーレットを回せ。そろそろミニゲーム出てもええんやで。おお、いいね。 MVP。 待って、これ俺絶対優勝する。これちょっと 1v3 ぐらいなんなれちゃっていい。頼むぞ。来た来た、うわ来た。これでバンクゲットチャンス。さあ3600メダルをかけて4人バトルゲームで当選です。皆さん頑張ってください。いきます。あ、最悪。
これ A ボタン押す必要ある？早く。早く。めっちゃ真剣。まあまあ冷静に考えて冷静に考えて冷静に考えて、その玄道くんがここまで貯めたみたいなとこある。3倍してたし。おお、ダイパーすごいすごい、俺がダイパーしてるすごい。めちゃくちゃ踊っとるやん玄道その顔で。あ、ごめんなさい、ちょっとダイパーしたら電池が切れちゃいました。スプリンコンのストライクセックスセックスセックス、 セックス。いやー玄道くんいいねーいいねー。はバンクが300ってこと？どういうこと？タキうん、バンク500は熱い、バンク500は熱い。困ったな、まねにそんなことない。アキラなんかいいとこ取りすぎないこの人さっきから。お前帰り道に気をつけろよ。あ、そっか、俺まあ最初やったんか。いやー、ちょっともう一回じゃあ優勝したいね。ほい、あれどうやって振るんだこれ。はい、ぶん回せぶん回せ。まあ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 、バンク500は悪くない悪くない。だけどいや金欲しいな普通に。普通にさ、なんか手元に300入るやつ欲しかったね。ビクトル、いけいけいけ。お前左回し派なんや。あ、シャンクス来たんじゃないこれ。あ、来てない、バンクか。まあいいね、まあまあ全然もう巻き返しのチャンスが回ってくるっていうだけ考えたらありがたい。リアルマネーでやってそれ三田さんやって。あ、いいんじゃないいいんじゃない。お、いいんじゃない。え、熱くないこれ。9999以上表示できんのこれ、このマスに。さあ、熱い。フォー！大発狂やんけ。お前が一番発狂してどうすんねん。だって一人だけ桁違うもん。あーし、無理くせー。ちょっと待って、ちゃんとしよう。ちょっと待って、コントローラーの位置とちゃんと、よし、ちゃんと、ちょっと待ってね。俺どこ、あの鳥さ、あの鳥ゲットしてさ、羽一枚一枚ちぎればいくね。むやみやたらにそれやっちゃダメなの。落ち葉も素敵な羽野郎が。ねえ、ちょっと待って、みんな気づいたか、このゲーム何かがおかしい。俺は気づいている。あ、すごい、だいぶ。お前ら気づいたか？このゲームは何かがおかしい。明らかに何か操作されている。ストレートになって、なんて、もう殺す。玄道を帰り道に気をつけろよ。くそー。あ、メダルあり、メダルあり。あ、じゃあもうそれ一番もない。オッケー。まあ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 、あれ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 、全然あり全然あり全然あり、あり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 。さあ君は
まあいいんでしょ、まあその辺のモブは頑張って、なんかそれ、いやあの8000取られたのでかすぎんか。限度だけって桁2桁違いますよ、だって明らかにおかしい。セイキンさんでも自身こんなゲームしんけど、オッケーオッケーオッケー、なやりやりこんなんですが、私意外と2位ですよ今、こんななりですが。いやちょっとバンクばっかだなみんな。まあいいんだけど、全然だったら、え、ターン5って待って、あと半分きたこれで。え、なになになに、なによう分からんけど、なんかなによう分からん、あ、600とかなってる。うわ、2分の1とかある、俺声でかあー、まあいい、着実に着実に着実に、これがでかい時来るから、これがあの巻き返しの何かになる、繋がるから、絶対に着実に着実にね。これ寒い、このままにしてね、すね。まあゆっくりやね。まあ正金さんこんなことせんでも別にお金いっぱい持ってるから多分。1v1。お前限度を散らけさせろマジで。限度やろさすがに。オッケーオッケーオッケー、限度。ねこれもね戦い見ます。ミニゲームスキップ。いえこれは戦いも見ます。頑張れ正金さん頑張れ。早いなお前。正金さん、あマリオカード。毎回これマリオカードなんだね戦うときって。メダル2分の1って手持ち、手持ちじゃない、だって毎回減るとき手持ちだもんね。だってしかもあれの上のやつが減っても面白くないしね別に。ねえセイキンさん、セイキンさん、出し抜け出し抜け。あでもさっき俺も こんな感じだったんだけど負けたけどな、これ俺こっから、いけいけいけ、セイキンさん、ちょもうセイキン、でもさ、うん、もうセイキンさんクソつまんねえこいつ。いやマジで何にも面白くない。ピザ屋のね、なんで毎回黒人なのこの豪邸に住んで。ピザ屋の彼女になってみたい。ちょっとさ限度、何かおかしい、何かおかしいぞこれ明らかに。運ではない、何かラッキーってなんだ、操作されているような。あ待って俺次ラッキーさ当てていい、もうさ次ラッキー当てるんじゃん、これさちょんってやればラッキー当てるんじゃね。いや嘘、ちょんってやらずに左にめっちゃぶん回す。なんかもう全然違ったし、もう、もう意味が全然わからん。いける、ゲンドゥゲンドゥゲンドゥ、君の有り金が半分になるとき来たよ。最初にフルーツの位置を記憶します。5個のフルーツが、あ大丈夫、もう俺写真撮るわこれ。最初にフルーツの5個の、俺もう写真撮る、ちょっと待って、あ、ガチ行くから、ちょっと待って、写真撮る。おい、誰がなんて言うの、俺全死んでも勝つから。お前思いっきり写真撮るからね。え、だって死んでもあげんよ、俺、写真撮ってるから。あ、ガチ余裕でやるよ。どうやってやんの？みかん。え、待って、俺の顔しか写真撮れてない。まあいいや、俺の顔しか、なんかこれ打ちか、まあいいや。まあいいでしょう、そういうこともある。確かイチゴだったような気がする。イチゴじゃねえやんこれ、リンゴやん。でバナナみかんだな、バナナみかん。え、これミスんないと誰が勝つの、これ俺の勝ちってことでいいの、これバナナみかんじゃない、だってはい、バナナみかん合ってる、あだよね、バナナみかんだもんね、だってさすがに余裕。俺めっちゃ瞬間的な記憶能力だけだったら任せてほしい。あ、半分もいただけるんすか、マジっすか、待って待って、熱すぎ、おーかわいそう、かわいそう、ビクトル限度かわいそうじゃね、なんかここまで来るとなんか限度かわいそうじゃね。
いやなんか玄度後ろですごい喜んでますけど、いや君になんかそんな喜べる立場じゃないと思う。なんか余裕があるね、やっぱカジノやるやつって。カジノじゃないけど別にこれカジノか。あ、え、俺もラッキー当てたい。ラッキーって何？メダルプラス300。あー、まあいいでしょ。そんなことしてもね絶対勝てないんで。なんかアキララッキー当てそうだな。なんかアキララッキー当てそうじゃない？大丈夫？2分の1コイン、2分の1コイン、よし。え、しかもバンクに行くの？勝ちっすか、勝ちっすか。ちょっと待って、ラッキー当てたい、ラッキー当てたい。あー惜しい、池田は当てらんない。あー、まあ VS4、 まあいいでしょう。そろそろね、俺ももう少し財力が欲しかったとこや。かかってきな。うーん、勝った。あ、限度、限度。よし、限度、そうそうそう、これ言いたかった。お前血つながってねえかな、その子供。あの、奥さん不倫してます。限度に一つだけ言います。あの、奥さん不倫してます。綾波ゆいは不倫してます。一応言っとくわ、それだけ。あの、限度に負けと、本物の負けを教えてあげた俺が。え、いいんすか？ちょ待って、あの、赤と緑帰っていいよ、マジで帰って全然いいっすよ。赤と緑の人、これさ、ドルでやりたくない？ドルで。で、500ドル。俺なんか13,000、5,000、7,000ドル稼いでるかな、俺今。これドルじゃねえ、やっぱさすがに。だからドルだから、100万ぐらい儲けてるよ、今日。俺。大体。俺とゲンドウの一騎打ち、確かに。もうゲンドウしかもう敵じゃない。なんかもう700メダルとかもうどうでもいいから、正直ここで負けのやつ来てほしい。もうどうでもいいよ、もう700とか。もうこれもう勝っちゃうもん。これウィーリモコン回転させるわ。回転していいんだな、回転。回転したらおかしくなんない、別に。いや、そのままやった方がいいわ、多分。俺だってできるもん、これ。そのままやっても別にできる。そのままでできます、別に。はい。クソ早い。俺にこれで勝てると思うなよ。いや、せめて2倍とかがよかったな。持ち金2倍の賭けとかがよかったな。理論上一番早いんじゃない今の。よかったですね。いいですね。まあまあ、まあいい、まあまあまあ、あの、このなんだろう、たった700とはいえ、なんか相手らに、あいつらになんか絶望感を与えるっていう、この人ミニゲームも強いし、もう勝てないよっていうこの絶望感、流れが確立してきてるから、このラッキー、これ池田を当てたいんだけど、俺は。いい。バンクね。すごい拍手してる。顔でかいね、こいつら。2分の1引かなければ分かってる。もう、門中恐ろしいこと言うの。うわ、なんちゅう恐ろしいこと言うの。ちょっと待って、ちょっと待って、怖いよ。やばいかも、やばいかも。よし、危ねえ。よし、助かった。危ねえ。よしのスパチャがなかったら今死んでた俺。ピエールさんがミニゲーム選ぶ。ねえ、もうこれ苦手俺。早切りベジータいます。え、これめっちゃ苦手なんだけど俺。これだってさ、俺振り幅がでかいせいでさ、損なんだよね普通に。いきます。よわ、腕つる、腕つる。まだ三田さん腕つる、危な。24ブレ刻んでたら負けてたよ、ちなみに。腕つるわ。いや、怒ったですね。いや、待って待って、もうさ、ちょっと次元違うって俺。大丈夫？なんかこう、あれ、なんでこの落ち込みとかさ、なんか違うの、後ろ3人は。そら踊るわ。そらこんなになって踊りますわ。そら踊りの1回、2回ぐらい踊りますわ。フィー！2分の1引かなければ勝てるらしい。
でも正直この辺も敵じゃないんで、そうバンクだけ増やしといてくれれば、うん、うぜえ、絶対俺やもん、めっちゃうぜえわ。あー、分かった、絶対勝つ絶対勝つ。待って、ホッピングマシンに乗ってゴールを目指すレースゲーム、ちょっと分かんないっす。これリズムゲームこういうことね。これボタンいらないね。やべえ、ボタンが抜けちゃった。電池ぶん回しすぎてボタンがなくなっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、チェーメン、ボタン抜けた、バタボタン抜けた。あー、もう嫌。黒服やって、俺が指パッチンしたらお前この世から消えるからな、ビクトル。お前気をつけろよ、気をつけろよビクトル。お前、俺が指パッチンしたら消えるからな。まあいい、俺はラッキーな男。今何がどんぐらい溜まってるこれ。1000メダルはね、もう正直どうでもええよ俺。1000メダルはどうでもええよ。ピアさん、ゲーム選んでください。はめ込みパズルだからこういうの俺苦手なんだよな、はめ込みパズル。これだからエイムゲーでしょ。うわ、これエイムさ、これクイッ、クイッてやるやつじゃない。行き過ぎ、ね、指が変な方向回ってる。赤が鬼門か、今度は。今度は赤が鬼門なのか。もう限度の時代は終わった。空踊りますわね、この人のヒゲの生え方なんかおしゃれでいい。ちょ待って、もう限度の時代、お前終わりだよ。俺ら協力すると聞きたよ、赤を引きずり落とそう。いいね、限度協力の時だ。もう緑は、セイキンさんはもうどうでもいい。正直もう帰ってヒカキンと一緒にクソつまんないコラボ動画撮ってればいいんじゃない。もうあー、やったくせー、やったくせー。あー、ナイス、ギリギリだった、危ねー。あ、でも1600取ればギリギリなんか追いつけんじゃね、割と。チュッ、だからさ、カジノらしくていいんだけど、運ゲーはやめません、さすがに。女性、あー、いいね、これはさ、俺は信じる、これを信じる。俺は自分のイメージカラーを信じる。頼む、大丈夫か。赤、おお、赤色びっくりしてる。これが順位に直結すると思った方がいい。いける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 、よーし。で、俺の顔面バーン、俺の顔面バーン。これさ、俺が最初からこれを決めるって分かってて、あそこに俺の花火玉が入れられてたってこと。なんか全てはもう分かってたの、主催者側は。怖いよね。まあ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 、逆転劇よ。あの一番下だったのね、ヒュードロロの時一番下だったのに、花火で顔バレするってすごい。確かに俺顔バレしてしまったわ。そらウッキウキになってこんな風にクソダサいダンスもしますわ。ニョロニョロニョン、ニョルス。さあ、マイナス2分の1を引きなさい、ナルト君。マイナス2分の1を引くのよ。あ、君5桁なったね。
ナルト君、マイナス2分の1を引きなさい。定期的に刻まれてるし、申し訳ないです。いや、バンクかける2倍、インはいらないね、本当に。もうちょい溜まってから2倍引いてほしかった。まあいいや、いい、まあ2倍いい、まあこれ勝てばぶっちゃけ勝ちみたいな。玄道君やるわね。お !10 ターン。これは俺が笑う、2ヶ月後には俺が笑うから。これはね、ちょっと待て、絶対勝つぞ、頼む。シュッ、よし、 JJ はもう俺のもんよ、もう俺なんよ、もうこれはもう俺なんよ、実質俺なんよ。ちょっと待って、イヤホンす。はいはい、こう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 、いって肩外れた。待って、肩めっちゃ痛い、やべ、肩いって、いやでも悪くない、悪くないとは思わんかな。いや絶対こいつよりは言ってる自信がある。じゃあ緑が勝って、お願い緑が勝って、お願い緑が勝って、じゃあ、お願い緑勝って、じゃあ緑勝って、いける、お前ならいける。いや本当に帰っていいよ緑の人。いや聖金さんマジおもんないっす。言動お願い。え、どういうプレイ、どういうことちょっと待って、いいっすか、しゅう、そういうのいいわ。ゲノ君ごめん、そういうのいいわ。なんかそういうのいいよ。なんかゲノ君あれだわ、人と喋ったことないから今受け狙うとこやと思ってたっぽいわ。ごめんゲノ君、そういうのいいよ。なんかね、違うんよ。そらウキウキのダンスしますわ。積んだくせもう負けましたわ。イワンブイワンやりたかったな最後に。せめて、いやもうラッキーどう、これ何、これラッキー、待って、何ラッキーってどうなんのこれ。来ましたー、ラッキーチャンスです。ニョロロロトッチュン、何これ何これ何これ、なんじゃそれ、なんじゃお前それ。エクストリルコリチュルクラちゃん、なんじゃそれ、何それ何それ、俺もう終わったと思った、もう完全にやる気なくなってた。ニガルマドゥマルマンサツアナチュンプロバツアナマイナスエリアマンラスナカナマンナファクファクファク、ラッキー俺も当てたい。あれラッキーなくなってるねー、あぶねーあぶねーあぶねー、俺苦手かも、このルーレットかなり。いやお前もういいよ、俺はもうお前と 1v1 で絶対に蹴りつけてやる。エクストラターンあるんだ、あ敗者復活戦、あそうなんだ、あもうどうでもいいどうでもいい。お前本当に何ね、この聖金さんは何しに来たの、この人マジ普通に帰っていいよ、ガチで帰っていいよ。なんかもう普通に面白くないし、次はなんかもう
嫌いだわ、ああいう人。カジノにいるああいう人。面白くないもん。あいい、まあまあまあ、ギリギリ敵になりうるからな、ゲンドゥは。逆に赤を蓄えさせて、蓄えさせて、蓄えさせて、俺が半分いただくっていうね。そのね、展開よ。良きではない。あ、これ黄色のとこ止まる。バンクらへん。難易悪くない、悪くない、悪くない。セイキンさん、こんなことせんでも金あるし、どうせ。さあ、ビクターが。まあいいでしょう、バンク600。まあ俺のものになるからな、それも全部、すべてすべて。おお、みんなうまいね、調整。あとバンクラスコサイモン、これドキドキしてきましたね。全然、5000じゃあいつは超えらんないもん。10倍は惜しいな。俺はね、勝つだけじゃダメなんだ。圧勝をしねえと。ダメなんだ、こんなんじゃ俺は。圧勝がしたい、俺は。どうだ？いやー、まあいい、まあいい、まあいい、ちょっと狙ったけど、チャンス狙ったけど、まあいいでしょう。まあ誰かがチャンス踏んでくれればいいから、それは。シャンクスに見えない、一瞬。お前らバンクばっかじゃね？なんかもうちょっとなんかこう、好戦的になろう。そろそろ。頼むわ。あ、でも1万超えたらさすがにあれじゃない？俺も射程範囲じゃない？何してんのお前。この人何がしたいのこの人。本当に何がしたいの？な、もう何この人。イライラしてくるわ。整理来た整理。イライラしてくる。こういうやついると。士気も下がるし。これで聖金さん勝ったらマジで許さんよ俺。聖金さんはもう楽しんでる。お願いします。よろしくお願いします。まあ悪い悪い、全然悪い。300だっていらないもん、ぶっちゃけ。さあ 1v1 引いてくれてもいいよ。でどうせ俺でしょ、 1v1 でも。てか 1v1 のマスなくね、あるか。やばい、どん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 溜まってく。どんどん防虫。あ、確かにあいつが2分の1引いてくれればいいのか。確かにそれもありだな。いやでも蓄えさせて、蓄えさせて、蓄えさせて、俺は。だからもう本当にもうどうでもいいって。もう嫌い、お前は本当に嫌い。向いてないよ、カジノ。ダサい。三田さん、17万とかいくんだろうな。おー、あー、来た。ゲーム次第では。頼むよ。もうさ、あの司会者の真似をするさ、余裕がなくなってる。喉が痛え。来た。もうね、もうあんなミスは起こさない。俺は絶対に決める。もうあんなミスは起こさない。もう手ぶれ補正しっかりするわ。オッケー、4番目。オッケー、熱い。さっきここでちなみに一発で全部当てられたのうざいからね。ちなみに、はい、聖金、聖金もちろんそこ行く。で俺を当てろ、俺を当てろ。はい、赤、まあ、左が2番目、赤、聖金赤ね、聖金赤。で、赤、待って、じゃあ2分の1？ どっちだ？こっち？あ、俺、これ俺じゃない？やべ、俺、やべ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 。いやだよね、ちょっと待って、4分の1。頼むよ。え？何かがおかしいって。ちょっと皆さんすいません。ちょっと待って、何かがおかしいぞ、これ、明らかに。だって、え、あれ、あれ、あれ、だって、あれ、だって、あれ？おかしくない？ちょっと待って、だって、あれ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 、確率って知ってる？この人。ちょっと待って。明らかになんかおかしい気がするんだけど。確かに、どうせ負けてたけど。蓄えさせるだけ。今日一回も勝ってるんだけど俺。え、ちょっと待って、納得いかんねんけど俺。ガチで？あーでも俺のすごい落胆してる。俺の人生。聖金さん面白くないね、これ見て。聖金さん誰が面白い、この視点。聖金さんの主人公視点何が面白いのこれ。俺と
いや俺とこれ面白くない、これあの物語として、でこれはなんかスカッとすぎてなんか逆に面白くないと思う多分。ちょっと全然勝てんのやけど、どうしよう、ちょっと待って、もういいもん、ミニゲームで遊ぶもん、僕ミニゲームで遊ぶからいいもん、もう知らない、あれ浅見あれいつものメンバーが戻ってきた、いいもん、僕もう俺めっちゃミニゲームやるやん、ちょなんかさやりたいやつある、なんか俺はもう特にないんですが、てかもう全部遊んでね、なんか遊びたいやつないかな、ねえ後ろからバトルやっていい、俺ちょっともうこれ好きすぎてこれやるわ、俺後ろからバトル超好きなの、俺後ろからバトルも今日サムネになってると思うけど超好きなのこれ、あでもこのマップ苦手、俺達人ですからね、はいはい、でバーカ18号さんみたいな、やめて、お前バカか、あいつバカか、やべ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 、くる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 、あいつバカか、あーだからさこのパターンやめない、盗連携プレイだから、俺明らかになんかなんか僕明らかになんかこう馬のケツしばくやつやる、あーあれね、じゃあちょっと待って、じゃあ一回これかたして、ちょっと待って、まず先にこい、馬より先にこいつらしばかしてくれ、一旦先に、だからこのマップやめん、なんかねマップが悪いわ、はい、でこっち SSSSS、 はい、待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと勝たせて、お願い、マジで、このマップやめよう、マップ、まあいいや、マップ、このマップで勝たなきゃ意味がない、このマップが一番あれだから、何も味がなくて、逆にこれで勝てないってことは勝てない、こっち、よし、やばい、あいつ S 取るか、大丈夫か、え急に俺強くね、ちょ急に俺強くね、サムネのマップこれなの、ちょ2回連続やらせ、2回連続、これもう1回か、もう1回勝たして、もう1回だけ勝たして、ちょ待って、もう1回勝たせ、もう1回勝つ、2回連続勝つまでやる、さすがに2回連続勝つまで、はい、みんなここ、こうなんだね、最初はこっち、はいはい、俺うまいんだからこのゲームっていうオチです、なかなかうまくなかったですか、ポロボロポポーボーンブーン、馬のケツしばくやつこれか、待って俺喋りすぎて喉が血出てき、馬に乗って徒競走を行います、鞭を入れるスピードが上がりますが馬の体力が減ります、わかりました、馬娘いきますいや浅見ブスすぎにいくらなんでも、馬より浅見しばきたくなってもいいの普通に、最後に2ヶ月後に笑うのは俺だ、やばい、さっきのゲームやりすぎて後ろ取られるのなんかすごい不安になってきた今、あれまだ全然じゃん、上見てなかった、はいはい、やばい巻き返してくるみんな、はい、あれやべやべー、あー俺の人生みたい、ちょ待って、ちょ待って、さすがに負けっぱなしでは終われない、ちょ待ってね、分かった、最初ゆっくりでええんや、分かりました、はい芝生、はい芝生、はいはい芝生、はい芝生、3 2 1芝生、3 2 1芝生、
321しばく321しばくこうじゃない321しばく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 しばくしばくしばくしばきまくれしばきまくれなんで進んでくれんのこんなしばいとるこんなにしばき散らかしとんのになんでしばいてくれんのいやいいわこれもういいわこれ正直なんかもう競馬は俺でいいわあの競馬やらへんで俺もええわええ全然ええよこんなんええよもうああこれいいギリギリスキージャンプねなんで下手なのこれなんでなんこれなんでまあ賭け事よくないなそうだな行きますあれおかしいよねあの麦わらが15億だもんねちょっと待ってねなんでだなんでだちょっと待ってちょっと待ってこの耳毛この耳毛がなんでなんであんな頑張ったのになんでそんな下手なのなんでなんやろなんでやろなうんこしうんあのなんかバキュームでブーストしよううんこしてこの体勢うんこしやすいでしょこれさ、手首だけのスナップでいった方がいいんじゃない？もう助けてやり方わからん。あいやちょっと待って、首の骨へし折れるんじゃねこれ大丈夫か大丈夫あれ、なんか雪解凍してみ赤色で出てくるよ。赤色の何か、ぐちゃぐちゃの何かが出てくる。え、なんで俺こんな下手くそなの？だってさ、え、これだって振るだけでしょちょっと待ってね待ちますほいええこんなことある425分の1を2人以外引くことあるんやサイコロで決めさせてサイコロで決めんのかい425分の1425であるそんなことそんなことあるブルブルブブブこれもやりたいちょっと待ってね 0.1 秒これずれてるから画面がモニターがねだから 0.1 秒あとねいきますちょっと待ってね1 2 3 4 5絶対俺でしょほらいや俺これうまいんだよなかなかちょっともう一回出してもう一回出してほんとにうまいからねこれまぐれじゃないってこと6秒ねうん6123456絶対俺あまあいやこんなんうまかったところで正直もうどうでもええんでなんかこの 50m 走の測るしてかさ 50m 走って今考えたらさ割とガバガバじゃねあれあの競技ギリギリで止めてあの競技意外とガバガバじゃねそういえば判断が遅いいきますなんか必然的に俺が1位になっちまったわこれ水曜日のダウンタウンでやってたよこれなんか頭からたらい落としたりするやつ5メートル以上だと死ぬらしいぞ死人出るらしいから気をつけてちょっとねぴったり取りたいいきますうおこれよこれ気持ちよすぎだろうまいね理論中やっぱあれだね楽しいねやってるぞちょっと待ってあのさ2人ペア対決とかあーでも面白くなさそうだなあんまやってないし全然この辺やってないしてか知らないんだけどこの辺何これバスケとかあったんだえ何これ知らな
なんか友達と友達いたらねできたのにね、恋人がいたらできたのにね。おわんわん、振り子アタックしてみよう。これ俺が HP 側、あ、オッケーオッケーオッケー。これどうやって、はい、どうやって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 やんのどうやってやんの。ほっ、んちょっと待って、ね、こっちか、ちょっと待って、ね、どあ、2か2ね、わかったわかった、ルール吐く、ルール吐く、あさみだけぶっ殺して、オッケーオッケー、あ、オッケーオッケー、ちょ、もう一回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 、ちょ待って、生まれたての小鹿言わないの、そういうこと、確かによちよち感が生まれたての小鹿感あったけども、ちょ、もう一回言います、待ちなさい、あさみだけはぶっ殺す、おお、うまいね、はいはい、あさみ君だけだよ残ってる、怖いよね、はい、あれ君がそっちに来るとよ、そしてここ、うまいね、待って、後ろに MacBook 使って仕事してるおじさんがいた、絶対あの人仕事できる、君には勝たせないよ、これ 1v1 で締めるか、少ねえ、いや、やっぱ俺と言ったら最後は、やっぱ俺と言ったら最後はこれなんよ、これなんすよね、最後これで1位取って締めましょうよ、最高記録取って締めましょう、160絶対いく、160いくまでやる、ちょっとイヤホンす、160いくまで絶対やる、はいはい、これ A だね、はいはいはい、パン、ここ、はい、ここ、え、どう？いや、うまくね？これやっぱさ、変にさ、バカみたいにさ、なんか大声出してさ、なんか、ふぅとかさ、なんかそんなんやらない方がええわ、絶対、ね、どういうことなん？そういうプレイなん？なんかもうさっきの言動と同じことしてるやん、なんかあいつも多分ブスだから、笑いの間の取り方がよく分かってない、多分。ね、下手。下手っぴさ。と見せかけて意外と、このブス女、意外といい線に来るじゃん。え、理論値で181なんだ。え、どうやってやんのそれ。待って。160じゃ満足できん、せめて170じゃ、じゃあせめて170じゃ、分かった、ちょ落ち着け、絶対に、待って、ま、分かった、新記録更新はいいんだよ、ちょ、じゃあ分かった、もういい、170いこう、170、待て、こいつやる気ある、さすがに、いきます、はい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 、え、上の方がいい、どの辺、木のさ、あそこに木あるやん、どの辺でやった方がいいとかある、これいったでしょ、おーすごい、同じ数字出すのもなかなか才能ですけどね、ここまで来るとね、45度、あー45度、ここか、こういう感じで、ね、45度ね、分かった、え、あ、もう少し高い上ね、オッケー、今のところよりももうちょい高く上ね、わかりました、じゃあさ、ちょっとさ、あれしていい？ちょっと待ってね、画像を、これを IMG でやって、よし、これをここに持ってきて、はい、で、これ×をして、今日のサムネなんだけど、これを回転できない、これなんか斜め45度にして、
このモニター上にこれを表示させてここの線に重なった瞬間っていう、これ回転できない？回転できないか。回転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 できないんで、わかりました。じゃあ一旦これ置いといて、わかりましたわかりました。じゃあ分かった分かった。じゃあちょっと待って、テキスト追加して、なんかさ、斜めの文字、斜めの文字なんかない？右斜め上の文字、右斜め上の文字欲しい。右斜め上の文字、スラッシュスラッシュスラッシュ、あれスラッシュ消えた、スラッシュスラッシュで、はい、これをこの辺この辺に置いといて、ここのこの上ら辺ってことね、この上ら辺いきますクソセコいきます、これを大体その辺ね、ちょっと待って、まだ調整できる、調整できる、はい、大体この辺でしょ、いきます、ちょっと上か、まあいいや、はい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 、こう、うまっ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 、いやこれいいでしょ、理論値181なら全然満足でしょ、うんま、やっぱこれ天才だわ。いやこれスラッシュ、あ、もう見せてあげない、今こいつらちょっと、こいつらちょっと参考にされちゃったわ、ちょ見せてあげない、もううまっ、さすがにこれは理論値と理論もう PM 取ってる、さ明らかに3落ちだよ、だって見せてあげない、これこれよくないこれよくない、この斜めのやつ最強なんだけど、これしまいますけども、もう見せてあげない、この CPU やってるやつには。だからさ、このプレイ何やねん、さっきからおもんないねん、これどうせ88とか85円どうせ。理論値諦めるの、ええ、だってこんなゲームやっててもバカバカしいので、すいません、こんなゲームやっててもバカバカしいので諦めます。いやー楽しかったね、今日は全然 1回も優勝できませんでしたけど、とても楽しかったです。理論値も取れて楽しかったです楽しかったです。まあ Wii パーティーこんなもんでいいんじゃないでしょうか。ちょ、なんか正直なんかもう10年前だから、もう遊び尽くした感あるし、もうあんまなんだろうなと思ったら意外と楽しかったです。そう、まだ CPU 倒してないんですけど、また今後もねできるっていう、だから今日倒しちゃったらまたやんなくなっちゃうじゃん、だからまたいつかするタイミングができるといいねっていう話で終わりましょう。楽しかったです、サムネね今日。それではまたどこかで会いましょう、さよなら、バイバーイ。マリカやったら壊れる、あ本当に俺マリカとスプラトゥーンだけど本当に壊れる、マジで無理、精神が持たん、おやすみなさい、バイバイ。